パパパパパイナップリン、はい、始まりましたということで、パパパパパイナップリンでございます。世間は自粛一応開けてね、東京都ステップ3とか言ってなってますけれども、本日もリモートでお送りしたいと思っております。私がパイナップリンの斉藤です。ふむ、さあ、今日から毎週かな。うん、まあ、あの前回は一人でやったんですけども、せっかくね、あのこの自粛期間中に不定期レギュラーの人たちがちょこちょこ出てくれるようになり、まあ、皆さんのスケジュールが合いやすいってこともあってね、リモートですんで、毎週ちょっと不定期レギュラーの方に出ていただこうかなという次第でございます。本日の不定期レギュラー、この方です。どうも、ズーム飲み会の女王、石井てるみです。よろしくお願いいたします。お願いします。いや、本当に、あの、これ、今回ね、パパパパイナップリンは、声だけなんですよ。あの、ワロップ放送局で、ちゃんと顔が映るやつもあったんですけど。声だけかい。そう、だからね、テルミのこの、リモートラジオに向いてる感じ、やっぱ、ちょっと見せれないんですけども。残念ですね。いや、本当に。もう今のうちなのに、リモートしてる。うん、なんかね。そのうち全部リアルに復帰しちゃったらさ、うん、私のこのリモートの良さ、うん、ね、あの合コンでもそうですし、こうラジオの収録でもそうですけども、今がチャンスですのにね、生かしきれずに終わってしまいますけれども、なんかあのね、リモートでもそうだけどね、なんかスプーンとかのなんか寝る前のやつ聞いてるみたいな感覚にもなるんだよな、なんかわかる？スプーンの寝るやつって何ですか？あのなんか今あんのよ、女の人は。あれ、半プロとかなのかな、素人さんなのかな、なんか寝る前に私の声をちょっと聞いていきませんか、はいはい、みたいな、インターネット広告がよく出てる。いや、でも基本的にはラジオみたいな感じらしいよ。へぇ、その、なんか、癒しボイスとともにあなたを深い眠りへいざないますみたいな、そういうやつですか？そうそうそう、だそれでなんか、まあ、TikTok みたいな感じで、スプーンで人気のある人みたいなのがいたりとか。ほう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 。あ、それになれると。なあ、そんな感じするんで、ね、声がでもドス聞いてるからな。じゃあスプーン女優を目指していきたいと思います。ちょっとね、うん、はい、今日はあの一応ラジオなんでそれを意識しつつ何をだよいい声を意識しつつ、ね、いい声ね、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。チビデブアフロとチビハゲメガネのコンビでライブとかやってるんで SNS とか見てください。あ、相方のキクちゃん緊張して人って3回書いて飲もうって人多いな、人が多い、やめて、人がここで混雑、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもー、シングステップです。元警察官の小松とブレイクダンサーのドイチです。よろしくお願いします。ツイッターとか、はい、SNS 結構やってるんで、よかったらフォローしてください、はい、こっちは、ハッシュタグマーベルのヒーローって調べれば出てくると思うんで。誰がアイアンマンだよお前。どうも、チャコールの白岩と北村です。お願いします。相方のいいところ一つだけ言いたいと思います。あ、もう言ってよ、じゃあお願いよ。実家暮らしです。いや、俺が実家暮らしで喜んでるの俺の母ちゃんだけだよ。ガチャ、ありがとう。さあ、パパパパパイナップリン、リモートでございますけれども、今日は石井てるみと二人ですよ。二人ですね。まあ、なかなかね、実はてるみとも長いこと付き合うけど、まあ二人で飯行くとかめったにないもんね。そうですね、断られますね。いや、そんなことはない。私はいつもお願いしてるんですけども、一緒にランチ行きましょうとかあれこれ言うんですけど、私結構自分から誘えない人間なんですよ。あ、でもそれにしてはてるみはすっごい誘ってくれてるね。斉藤さんはすごく誘ってます、人生で頑張って。いや、ほんとなんかそれは最近になって俺こう嬉しいなっていう気持ちにやっぱだいぶ変わってきてますよ。あ、じゃあめんどくさかったんだ。わかりやすいですね。そういうわけでもなかったんだけど、ちょっと言葉のあやというかトーク力が落ちてるんで、ね、なんでだろうな。私こんなに人あんま誘わないのに、斉藤さんだけにはなんかすごく断られて、でもなんか一緒にご飯食べたい、うん、話したいみたいな、なんかね、の気持ちは何なんだろう。
僕のことをよく分かってる人はそういう風な感じですよ、割と。だからテレビでも俺のことよく分かってらっしゃると思う。分かってるのかな。だって俺絶対俺も誘わないじゃん基本。そうですね、斉藤さん誘ってくれない。俺誘うのだって本当に森本ぐらいで、森本も最近なんかちょっとバイト先の鳥貴族でのバイトとしての地位が上がったって聞いただけで誘いにくくなるから俺。なんでだよ。気使っちゃうんだよな。そういう理由なんですか、斉藤さんが誘わない理由って。いやそうなんだから、ちょっと一昨日ぐらいかな、元同居人のね、かかずっていう、まあ今ノブとかかずっていう2人でなんかモノマネユニット見たり やってる後輩がいて、はい、かかずと名刺行くって何年かぶりぐらいに、5年ぶりぐらいに。あ、本当ですか。ほうほう。そうそうそう。でかかずといろいろ喋ってたら、かかずもの、あ、この前花子の秋山と会ったんですけどみたいな、斉藤さんの話になってみたいな、うん、ものすごい全然斉藤さんから連絡来ないんだけど、気使わないでほしいよねって言ってましたよみたいな話になって。あ、はい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 。いや、うん、いやいやですね、それは。おい、ちょっと待ってよ、うん、そう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 、だったらお前から言えばいい。いやいや、そうそうそう、それはそうですよね。連絡来ないは誰も言いっこなしですよね。そうよね、うん、それはそうだ。しかも後輩だし。で結構、うん、質問されたのよ、その書かずに。ほう。なんで斉藤さんそんなになんか売れちゃったり、さっきの森本の話もちょっとしたら、なんかちょっと忙しい時だけ誘わなくなるんですかみたいなこと言われたから、いや俺単純に自分の先輩に、なんか売れてない先輩に誘われるのが好きじゃないからっていう結論だったんです。そうなんです。だからやっぱり自分が嫌なことをしないという僕のモットーから来てるんだな。だから売れればもうちょい自分が誘うんじゃない。そんな、だって売れる売れない軸で誘う誘わないってあります、我々の間で。だからそうでもない間柄だったら気使うけど。だからテルミはあれなんじゃない、俺のこと誘ってくる、まあ、ある意味だからすごい人間ができている後輩ですよ、あなたは。そういうことになるの。いや、私はだってそういう思考になってくれるわけじゃん、うん、いやそんな私たちの間柄に売れてる売れてないとかないでしょみたいな。いやそうですね、私は全然売れてっても気使うばっかりで、つまんなければ、うんうん、つまんないつか疲れるばっかりだったら別に誘わないし、うん、別になんなら斉藤さんがバカ売れしても全然誘うし、なんかそこは全然、そこでは変わらないかな。そこで変わるんですか、まあまあね、人間関係って。そういうもんですか。そこで変わるからこう10年、この芸人十何年やってこのスタンスになってるんだよ。そう、なんかね、斉藤さんよくそういうこと言うんですよね。なんか私が2016年、うん、2017あたりでちょっとヒラリーで、うん、にわかに忙しくなった頃とかに、うん、なんかテルミはそれでも態度が変わらないなみたいなこと言われて。そうよ。なんか逆に、何変わるの、うん、普通はぐらいな。なんかいや、だから、うん、本人たちもまあ、誰とは言わないですけど、僕が仲良かった、勝手に仲良かった、今テレビに出てる人とかね、まあそういう先輩でもいるわけよ、俺の場合。ハライチとかとも全然仲良かったから、昔は。はい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 。まあ同期もそうだし。それお互いが変な気を使ってるんでしょうね、お互い別に誘ってくれればいいのにみたいなね。まあそうね。まあまあまあ、でもまあ、でも理論的に考えてだよ、やっぱり、まあ、自分をそんな卑下する言い方もあんまり良くないけど、売れてない方からは誘いづらいでしょ普通とは俺は思ってる。でも逆なんじゃないですか、売れたら売れたで誘いづらいってのもあると思いますよ、うん、相手のこと気にしすぎて。だから結構そのまあ俺が誰とは言わないですけど、自分のかなり目上の先輩とかで、うん、売れてる後輩とかに急に売れ出したら連絡取ってる先輩とか見ててもなんか虫図が走るからやんないんじゃない。だから俺ひねくれすぎちゃってよくわかんないもん。売れても売れなくてもわかった。要するに売れ方のポジションがもう違ってしまえば誘いづらくなるってこと。階級を超えた恋愛ができなくなるみたいな。どっちが1等選出か3等とか関係ない。とにかく3等同士なら3等同士で恋愛は生まれるし。なんでフェリーで例えてんだ。ちょっと最近またタイタニック見てたから。あ、なるほどね。1等同士なら1等同士。そうそう、豪華客船の話ですから。豪華客船か。はい。はい、とにかくその階級が違うとなんとなくこうでなんか会いづらくなるし。いやでもそうなんじゃない。ださっきちょっとねスタッフの方からこの話触れてもらえませんかみたいな話になったけどさ、うん、最近テレビに家はしてる
芸人、僕たちからしても大先輩の他事務所の有名な女優さんと結婚したグルメ王の方いるじゃないですか。はい。あの人もだって5人ぐらい思い浮かびますけど、はい、嘘つけよお前、すぐ一人になるだろそんなもんは。あ、そうなんですか。そうだ、はい、寺門ジモンって出てこねえだろそこで。あ、そうなん。寺門ジモンさんも入ってましたけどね。いやいや違う、はいはい、でもやっぱそれも報道とかで聞こえてくるそのゴシップ誌とか呼んで入ってくるのはやっぱなんかその今の奥さんと結婚して態度が変わったみたいな、なんかそういうのもあるわけですよ、やっぱり。はい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 、はい、ちょっとね、芸人よりもランク上の人と結婚した俺ランクアップしたでしょみたいな。人っていうのはなんかそういうのを気にする人もいれば、テレビのように全然気にしない人もいるわけで、うんうんうん、俺はだから激しく気にする人なんでしょうね。じゃあ斉藤さん逆に売れたら変わるってことなんかいっていう気もしますけどね。あ、でもそれは俺常々言ってる。なんかあのカッコつけて、まあ俺は売れたら、うん、例えばそのなんかワロップの社員さんとかには、いや僕は本当に売れてもワロップさん同じギャラでやらせてもらいます、本当にこんな売れてない人からお世話になってるんでとか言ってんだけど、うん、心の奥底では俺多分変わるだろうな。変わるんかい。もう連絡も返さなくなったりしてね、本当ね。いやいや、そんなもんだと思うよって、俺みたいなもん。いやだけど結局変わる人間はまあなん、うん、なんかになっちゃうわけじゃないですか、やっぱり。まあ確かにね、調子乗ったりとかすると。そうね。でもちなみに、あ、これ言っていいのかな、私が昔グラビアアイドルの子で一緒に仕事した子がいて、ほうほう、まあ、お顔がすごい美しい子で、人形みたいな、まあ、芸能界いると誰か口説かれたりしないのって言ったら、うん、まあ、とある芸能人の男性の、ね、方から部屋の合鍵を渡されてるって言って、それが誰かは言わないですけどね。うん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 、はい、ご想像にお任せします。だからまあ、うん、お顔綺麗な人、お顔綺麗な女性は、うん、お顔綺麗な女性が好きな男性がいるんだなっていう。なんちゅう話だよこれ。いやでもあとは人間性の部分、いやこれさ、その結局俺が売れてる後輩を誘う誘わないの話からこうなってんだけどさ、はい、もう先輩後輩とか売れてる売れてない関係なく一定数絶対さいるじゃん、そういうやべえやつって。そうですね、いますね。しかもそういう人って、うん、うん、パッと見全然そうじゃないっていうところがまたね、そうなんですよ、ね、そういう人に限ってなんですよね。いやだから俺 今でこそ仲良くなったんだけど、はい、芸人今はもう辞めちゃった、もともと後輩、養成所の後輩でも芸歴は先輩 その元ゴリラバンドっていうコンビ組んでた前田ってやつがいて、出た、そう、もう本当に俺芸人同士でやってる時はもう苦手で、はい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 、タイプとして苦手だったんだけど、やっぱりこう芸人辞めて、今素人さんになってなんか食べ物屋さんとかそのやってるね、お店やられてますよね。そう、やっぱね、性格がそのまま変わらないから逆に気持ちいいというか、ある意味裏表がないんですよ。もう、はい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 、芸人を辞めてもあのままなの、なんか。へえ。すごいこう、なんだろうな、オラオラな感じ。そう、今仲いいから悪口は言いたくないなと思ってね、今。いやいやいや、もう言っちゃってるじゃないですか。ほぼほぼ。ちょっと話続きます、この後。こんな格好ですいません、トランキーロー三郎と申します。この格好を見てどうせキャラ芸人でしょと思ったそこのあなた、まだまだかぶろんですよ。え、じゃあどんなネタをするのかって、その答えはもちろんトランキーロー。あっせん。こんにちは、セミタックルと言います。お願いします。はい、じゃあ自己紹介しましょう。はい、はい、村田 K プロ所属の村田匠っていうものです。あの名前が村田匠っていうんで、あの1996年5月18日ちょうどなぜか生まれたんですけど、でそれで静岡県にちょっと降り着いた。あ、でこの子の面倒見てる山田です。お願いします。どうも
秋山と林スチータです。お願いいたします。僕ら、K プロという事務所に所属させていただいてまして、いろんなライブに出てるのでぜひ見に来ていただけたらなと思います。佐藤二郎で相槌すんな。こんにちは、宮崎県出身のレーズンダイナマイトっていまーす。お願いしますね。どうしたお前。いないいないばーやって。あ、またかお前。仕方ねえな。いない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 ばー。いや、さっきのね、その前田くんの話の続きなんだけど、はい、あとなんか芸人なんだけど、すごいなんかある意味おしゃれなのよ、ファッションとか。おしゃれでしたね。まあまあかっこいいですよね、普通にね。ね、でなんかそういうのを見てても、うんうん、いやないんだこいつとか思ってたわけよ、芸人の時は。あ、そうなんですね。そうなんです。ちょっとライバル視してたんじゃないですか。まあそれもあるかも。あっちが結構こう噛みついてきてたから。はい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 、はい、なんとなく、うん、なんかリーダー格ですもんね、お二人ともね。そうそうそう、うんうん、で俺はこうなんかそういうのをいなしてたんだけど、俺は陰でうじうじ言うタイプだから。言ってたんですね。だけど今会うとなんかやつのなんか流れてくるツイッターとか見ても、いや芸人辞めてもファッションも変わんないし発言も変わんないし、あ、この人はもういい意味で天然でこういうやつなんだなっていう、うんうんうん、そういうふうに捉えることができるから。今風な言葉で言うと、多分、うん、すごい自己肯定感高い方なんだと思うんですよ。わかる。自分大好きというか、うん、まあまあ、ね、自信も溢れてて。だそれをなんかキャンペーンでやってるやつはちょっと俺好感持てないけど、うん、もうそういう人間なんだっていうのが分かったから。はいはいはい、なるほど。変わらないんだな、うん、この人はと。うん。それはなんか裏表がなくていいなっていう。そうですね。素敵な話ですね。なんかね、料理も昔から得意だったのは聞いてたんでね、なんか。まあそうだよね。ね、生き生きとされてるんでしょうね。いや、だからちょっとこのね、今日から、今週から、こう、てるみと、まあ来週、再来週と、ステーキレギュラー、まあ同じコーナーやってみたいなって、まあちょっとラジオみたいじゃないですか、そういうのって。これだってラジオですからね。あ、そっかそっか。ちょっとこんなコーナーを、はい、ちょっとやってみたいと思います。コーナーだ。不定期レギュラーに聞いてみました。私の人生で一人だけあげるやばいやつ。はい、ということで、これはパイナップリンっていう、まあ、コンビまだ解散してませんけども、パイナップリンはコントをやるときに必ずやばい人を題材にしてたんですね。やばい人出てきてましたね。面白かった。はい、通常の人を本当に扱ったことがないです。ないですね。 100% やばい人で構成されているのがパイナップリンのコント。やばい人がいそうかっていうと、うん、そうでもないのに、はい、腹抱えて笑ってましたからね。私はいつも舞台袖で。あ、さすがいいところに気づいております。パイナップリンはファンタジーをやろうっていうのが裏テーマだったんで。やっぱリアルをやったらね、だって、はい、俳優さんにはかなわないと思ってますので。はいはい。やはりある程度のファンタジー、ちょっと都市伝説レベルの。いい言葉を使ってるんじゃないですよ。まあ、ファンタジーだなんて。トークするときに自分の親父がやばいとか、自分の親戚がやっぱり街でこういうやばいやつ見かけたなんていう話がよく多いんですけども、はいはいはい、今日は実は俺考えたら、自分やばい人の話を聞いたり、やばい人を街で見かけるのが好きだなと思って、うん、ちょっとテルミが人生の中で一人出会ったやばい人の話をちょっと聞きたいなって。私はどっちでもいいんだよ。いい方のやばいでも、自分の人生こんな影響を与えてくれたみたいな、ビル・ゲイツみたいな、そういうでもいいんだよ別に。あの人もやばい人だから。そういう意味では、うん、会社や辞めて、はいはい、一人でヨーロッパ大陸鉄道旅行をしていた時に、うん、まあ、そんなことしてたんだね、あなたね。したことあるんですけど、うん、スロバキア。スロバキア。スロバキアからポーランドに移動する列車の中で、うん、もうガラガラだったはずなのに、私が一人で座ってた個室に入ってきた男性が、うんうん、一緒にクレイジーなことをしないかって言ってもう面白いじゃん。日本人女性と、前はなんかそういうクレイジーな日本人女性がこう自分の話に乗ってきて、うん、こう どれくらいでいけるかみたいな、僕が見せてあげたんだみたいな話をされた時は、うん、ちょっと後にも先にもあんま旅行で怖い思いしたことなかったんですけど、うん、そいつがやべえなって思ったっていう。それでも、はい、スロバキアって語圏は何なの？言葉は英語圏なの？
何だろう、何語だろう、ちょっとわからないですけど。でも聞き取れたの、ヒアリングできた。あ、でもその人は英語を喋って話しかけてきましたね。あ、じゃあスロバキア人じゃない可能性もあるのか。そうですね、ブラチスラバっていうスロバキアの首都からポーランドのクラクフってところに移動してたんだ、はいはいはい、そうすごいな、怖かったわ。一人で世界の車窓からみたいなことやってんだな、あんた。そうなんか車窓じゃなくて、その、うん、おっさんの窓が開くとこでしたよ、本当。おっさんの窓おっさんのおっさんの社会の窓が開くところだって。あ、しかもそいつおっさんだったんだ。あ、おっさん、もちろんもちろん。え、あれ伝わってなかったこれ。大丈夫。いや、全然なんかもう、一回成功してるっていう話をその人が言ってたから、割と若い男性なのかなと思ってたわ。あ、そういうことか。あ、男は男で、おっさんでしたね。で、ね、なんかこれ、結構なんか逃げようにも、やつがこう入り口側にいたんで、怖い。はいって思うじゃないですか。なんかそれが意外と無視し始めたら、しょんぼりして出てきましたよ。うん、ああ、メンタル弱いやつでよかったね。メンタル、そうよかった。そこはだから特になんもなくだったんですけど。いや、だからこれシチュエーションもあるよね。その人のやばさももちろん、話聞いただけでやばいやったってのわかるじゃん。はい、うん、そうですね。でもやっぱスロバキアの電車の中、列車、そうですね、はい。でもそのおしゃれなシチュエーションだから、ちょっとこうマイルドになってるじゃん、話が。なりますね、はい。これさ、爽やかな気持ちになってますもん。これがさ、東京都の北区の路地とかさ、大阪の西成のホルモン屋の裏とかだったらさ、そりゃそうです。シチュエーションごとに警戒心みたいなのはね、ありますよ。言わせんじゃないですよ、斉藤さん、私にそれを。いやー、いい話持ってきたなと。ちょっと斉藤さんのやばい人列伝聞かせてくださいよ。うん、いや、俺、ほんとはね、もう結構話せるやつは話しちゃって、はい。やばい人の話、7割は話せない話なんだけど、まあ、だからシンプルなやつで時間もないから。はい。あの、僕の本当に、血縁ですよね、血のつながったおじさんの話なんですけど、はい、うちの親父が4人兄弟全部男で、うん、長男 で、はい、でそこの末っ子で、貧乏だったらしいんだけど、うちの親父は、はいはい、だけど一番末っ子だから、親父ももう社会に出て働いたりしてたから、唯一大学とかに行って、顔とかもシュッとしたなんか結構イケメンのおじさんで、ほうほうほう、唯一お上品なおじさんだった。はいはい、唯一、はい。そう、あと残りさんにはもうなんかもう本当にそれこそ西成のホルモン屋で朝から酒飲んでるみたいなやつなんだけど。好きだよね、本当。斉藤さん、そのワード好きだよね、はい。西成のホルモン屋の動画めちゃめちゃ見てるから、ヘビの。動画とかあるんですか。あるある。どんな趣味ですか。はい、山木っていう有名店の動画めっちゃ面白い。へー。ほんで、その一番下の、その、まあ、おじさんが、僕も、まあ、シュッとした方だな、品もあるしなと思ってて。はいはい。だけどなんかいろいろこう時代のね、流れっていうのは残酷で、まあいろいろこうで、不況になった時期とかもあったり、うん、なんかこう、風の噂で会社辞めたとか、なんか奥さんと離婚したとか、まあ関東に住んでたんで、僕東北出身なんですけど、そのおじさんは関東に住んでたんですけど、そういう風の噂で入ってきて、はい、とある日、なんか警察なのかな？この電話かかってきて、はい、こうまあ、僕の実家、斉藤さんのお宅ですかみたいな。ほら。あの、ちょっと血縁の方が、千葉県のどこどこの公園の、あの、やぶの中で、ちょっと、泥酔して倒れてるので、ちょっと引き取りに来てくださいみたいな。そっか、もう離婚もしてたら、そっか。そうでしょ。その実家に連絡来ちゃったんだ。はいはい。そう。大丈夫だったんですか。いや、で、結局、うちの実家でこう引き取ることになって。でもやっぱりこうお酒がやっぱり大好きなので、あの、毎日必ずうちの親父がこういろんな人から贈答品でもらった酒が一本ずつなくなるっていう現象が起きたり、不思議な話だよね。おかしいですね。お家から、だって お酒には足は生えてないですからね。生えてないのに、なぜかその日を境に、はい、おじさんを収容した日からお酒がどんどん消えていくという。はい、一歩一歩なって、うちの親父我慢できなくなって半月で、なんかアパート借りて隔離しましたけど、はい、ええ話、優しいな、お父さん。はい、という、なるほど、はい、お父さん助けてあげたという、いいお話。血は争えないって話でした。告知の時間設けられたけど、緊張で膝が震えてる。どうしよう。えい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 
新生活だあわしあげわこんにちは。宮崎県出身のレーズンダイナマイトって言います。お願いしますね。どうしたお前。いないいないばやって。またかお前。仕方ねえな。いない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 ば。どうもスタミナパンの年の高木です。どうもマーボーです。ギャグやります。 L 逆 L L逆 L 逆 L それは W。 ああ確かに。さあパパパパパイナップルもエンディングですけれども、あっちゅうま、あっちゅうまですね。いやでもテルミにちょっと僕の家族の話も聞いてもらったりしたんですが、はい、はいはい、僕も今大人になって毎日お酒飲んでんですよ。お毎日ですか。うん、本当に毎日飲んでるんだけど。お好きですからね、はい、うん、でもやっぱなんかね、当時若い時にそのおじさんの話聞いて、いやもうそんなに酒飲むかね毎日毎日とか思いますね。うん、うちの親父も毎日、そう、うちの父親も毎日飲んでますね。寝る直前に飲んでますね。やっぱそうでしょ。もうね、あのね、トイレとかを我慢して、うん、歯磨きもせず寝るより、うん、お酒を飲まずに寝る方が難しいんだと思います。だからもう無理なんだよ。もう習慣なんですよ。超えてるんでしょ。超えてます。もう超えてるよ、ね、生命維持装置ですね、お酒を飲むという習慣が。もう斉藤さんもその類ですよ。もういやだからもう自分もおじさんになって思ったのは、うん、やっぱり血は争えないなっていう。はいねえ、これね、あの酔っ払って酩酊してわーわー叫んで自分すごい楽しくなって、うん、で次その一緒に飲んだ人に会った時に惹かれてるっていうのも、うんうん、丸ごと父親譲りですね、私は。あ、いいですね、お互いちゃんと、はい、お互いちゃんとね、親御さんから血を引いて現在に至ってるんだもんね。本当に血は争えないですよ、これは。いやでも感謝しないといけないですよ、自分は形成するものですから。まあまあそうですね、否定はしちゃいけないことですから、はい、もちろんもちろん楽しいこともたくさん経験させてもらいました。なんでお互いちょっと出世から含めてちょっとフォローし合ってる感じになったの。まあ一応親ですから、ね、育ててくれた親ですからね。そうそうです、はいはい。ということで今日はね、うん、あの久しぶりの二人しゃべりということで。そうですよ、私いつもねパイナップリンさんのね、うん、相方さんですとか、この間はね、はいはい、ブータンさんとか森本くん一緒だったりだとかしましたけれども、二、うんうん、人しゃべりっていうのは本当ね、うん、プライベートも含めて久しぶりだった気がしますんで、まあ、これからちょっとちょこちょこできればなと。はいはい、ぜひぜひ。思ってますが、てるみ、俺、なんかツイッターで流れてきたやつで、1個ぐらいだけ見たんだけど、TikTok 始めた。あ、そうなんすか。あの、ええ、TikTok デビューいたしまして。あー、素晴らしい。ヒラリー・クリントンが1日1つ、うん、ワンヒラリーっつって、英単語紹介して、一緒にお勉強しましょうってやってるので、ぜひぜひ見ていただけると嬉しいです。やっとプロジェクト発足したみたいなんで、皆さんぜひ応援してください。はい、ぜひフォローもしていただけると嬉しいです。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。こんな格好ですいません、トランキーローサブローと申します。この格好を見てどうせキャラ芸人でしょと思ったそこのあなた、まだまだカブロンですよ。え、じゃあどんなネタをするのかって、その答えはもちろんトランキーロー。あっせん。こんにちは、ステミタックルと言います。お願いします。はい、じゃあ自己紹介しましょう。はい、はい、村田 K プロ所属の村田匠っていうものです。あの名前が村田匠っていうんで、あの1996年5月18日ちょうどなぜか生まれたんですけど、でそれで静岡県にちょっと降り着いた。あーで、この子の面倒見てる山田です。お願いします。告知の時間設けられたけど緊張で膝が震えてる。どうしよう。えい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 、新生活だあーわーしあげわー。上田圭一です。
毎週水曜日の9時から植田健一のぶっこみミュージックという音楽番組をやっております。まあ音楽の話はですね、音楽番組なんかもちろんのこと、普段聞けない話など盛りだくさんの内容でお届けしております。それとですね、会場限定でコラボをするですね、セッションですね、する企画などもやっておりますので、ぜひ皆様毎週植田健一のぶっこみミュージックよろしくお願いいたします。と